世界中の若者に夢と感動を与える芸術鑑賞会チャンネル。はい、この方はですね、江戸落語真打ちの雷門小助六さんといいまして、2013年に当時最年少の31歳で真打ちに昇進され、3代目雷門小助六に襲名された方となっております。また若者の街渋谷で話題の渋谷落語でも人気の噺家さんでございまして、最近では2017年度の国立演芸場で開催された花形演芸大賞では純粋な古典落語で本選に臨まれ、銀賞を受賞されたことでも話題の方でございます。そして古典落語を生徒に聞かせたいなとなった時に、60代70代くらいの大御所の真打さんがやりますと、落語通の方であればうなるような面白さがあるわけなんですけれども、逆にうますぎて江戸時代の言葉など教科書に載っていないような言葉がたくさん出てきてしまうため、若い生徒さんたちにとっては何を言っているのかがわからないという現象に陥ってしまうことが稀にございます。それに対して小助六師匠の特徴としましては、生徒さんたちでもわかりやすい昔の言葉を現代の言葉に置き換えて古典落語を聞かせてくれるため、非常にわかりやすく、なおかつ正真正銘本物の江戸落語を聞いていただけるということで、年齢問わず安定的な笑いをとっていただける方となっております。それでは実際の学校公演の様子をご覧ください。東京は江戸川区小岩というところの幼稚園でしたね。園児さんたちの前で聞きました。落語聞いたことありますか、知ってますか。園児さんたち元気よく知ってる、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 落語してくれてるって。あら、嬉しいですね。そうですか。落語というのは大体300年くらい前からあるんですよ。江戸時代、江戸時代なんて言葉はみんなにはわからないかな。幼稚園が元気よく知ってる、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 知ってる。ここで気がついた。小さい子供ってのは母さんが知らないってことを言いながら、誰か一人が知ってる、続けてみんな知ってる、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 知ってる。連鎖反応、話の流れってのがありますから。江戸時代にはちょんまげ打って刀を刺したお侍さんなんて人が大勢いたそうです。お侍さんわかるかな。知ってる、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 知ってる。天秤棒担いでいろんな物売りに来た物売り売り声だっていうのもあったそうです。これはわかるかな。知ってる、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 知ってる。何でも知ってるんですよ。それじゃあもう一つ、お嬢老さん、おいらんなんという人たちもいたそうで、浅草の観音様の裏には吉原なんていう場所があった。浮気不倫、エッチな話なんていうのも落語にはあるんですけど、こういうのはみんなわかるかな。幼稚園児が元気よく知ってる、知ってる、知ってる。一番後ろから男の子が、そいつ一番好きって。犯人当てると虫歯だ、虫歯だってそうじゃないでしょ。犯人当てると雨が早くかけてすぐなくなっちゃうからね。長持ちさせようとしてるよ。そしたら大変だね。なるのせいだ、そのせいだよ。前向いて歩け、前向いて。水たまりがある、水たまりがある。ああいうところに足つくって気持ちよこすから、前向かなくちゃダメだから、前を前を向いて。普通に泣けねえのか、お前は。なんて声出して、ぶったれ、ぶったれ、ぶったれ。親父にも撃たれたことないのに。俺誰だ、俺は。俺ごめんごめん、撃たれただけだ。いついくら、そんなにするのかい。ミスターで大事つけることはねえんだよ。着物をしていけねえから、だからねえんだ。ほんの少しつけるんじゃ、待って、待って、待って。こんなに打ちつけてどうすんだ、お前。もうほら、お前こぼすな。何が甘くなる。悔いな、マジじゃねえかよ。そのありがたいんだよ。だから水がこぼれなくて、こぼれるとかこぼれないかで、それ以前に気持ちが悪いことよ。芸術鑑賞会チャンネル。